9位やで、おい。9位。あっちゅう間に9位ですよ。ジャックポットなんとかなれへんかな。ジャックポット。ね、ジャックポットなんと、9位やで、9位。あー、バーバーだ。次は田中さんの番って、言う前にこれだけって言われてるで。ね、9位やで、9位。ちょっともうみんななんとかしてや、マジで。お願い。あ、マジか。マジか。ただ残念だな。うーわ、原油爆上げしてる。やばない。5万円出せるぞ、今やったら。やったら5万円出せるぞ。もっと上がれ、もっと上がれ。こっちは。日頃の行いがいい人は違うね。5万円出勤しちゃおうかな。それとももう、利確しちゃおうかな。9位なんですけど、もうちょっとなんとかなりませんか。もうちょっとお願い。かわいいやろ。かわいい、かわいい俺のためになんとか。ララタンの好きな人が困ってるのに、ララタンの好きな人が困ってるのを見て、ね、もうちょっと頑張れない。じゃあ誰も投げたくないんで、投げたくてもお金ないねん、こいつら。うちなんか貧乏人しかおれへんから、投げたくてもお金がない人たちしかいないから。もうララタン独占1位やな。もう1位独占やな。圧倒的やな。圧倒的1位やな。やばな。外れた、マジか。まだ見てないけどね。投げたくないけどお金ない、投げたくないけどお金ない、投げたいけどお金ないのじゃなくて投げたくないの。せん、ラヤタンいつからそんなドレスになったん。ほんまは投げたいくせに、ラヤタンほんまは投げたいくせに、投げたくて投げたくて順次は走るだろ、ね、ちょっと今触ってごらん。またバンになるわ、このマーク。触ってごらん。ジョンジョーリンしてるだろ。ラータン今、ジョンジョーリンになってるやろ。ジョンジョーリンが、ウェッティーラータンになってるやろ。ウェッティーラータン。ね、俺の顔見て、もう、ジュクジュクなってるやろ。ジュクジュク。ジュクジュクなってるやろ。1位は外れてるけど、1等は外れてるけど、2等かもしれん。でまた10位に落ちたって、10位に落ちたって、抜かれたって。抜かれたって、このタピさんに抜かれたの、誰に抜かれたの、俺。今日も抜かれたって、10位やで、おい。10位、ベスト10には入ってるけど、なんか上の方は桁が違うな、なんか。なんかもう、4位ぐらいまでは桁が違うな。あとはなんとかなりたいけどな。あとはなんとか。あ、じゃあもっと下のやつに一気に抜かれたのか。ね、すごくない、俺、なんだかんだ言うて、今、ランキング30位のうちね、イーナちゃんっていう女子高生チックな子でさえも30位なのに、俺10位やで。これはこれですごくない？俺10位やで。もうちょっとなんとかならんかな。もうちょっとさ、もうちょっとなんとかなりませんかね。お願いしますよ、本当に。お願いしますよ。お願いしますよ、本当にもう。ほますか、お願いしますよ。ほまりもう、お願いしますよ。ああ、YouTube がもっと金くれたらな。YouTube が毎月30万くれたのにな。ああ、ちょっとアイテムにちょうだい、アイテム。で、みんな寿司買うてこいや。さらっと歌った。みんな相手を超えてこいや。で、みんなが投げたら1位になれるって。ジャックポット当たるかもしれん、ジャックポット。ジャックポット当ててみよう。ジャックポット。なんて14万あるねん、ジャックポット。14万あるってことは、1位がなんぼ？あかん、1位。あ、1位でも13万やから、1位と、え、ジャックポット当たりゃ1位やん。ジャックポット取りゃ1位やで。え、ララタンやってんの配信。え、普通やってんの、え、配信やってんの、
ないやん。あのあれか、ギレギレか、やらしいやろこれ。こらなたやらしい顔してるわ。ラータの録画やらしいやろ、やらしいやろ。これ YouTube に上げたら絶対あの再生いくと思うねんけどな。っていうあのラータン、このさフワッチの配信劇さ、データダウンロードして俺にくれへん。じゃなんで消すねん。消したらあかん、消したから。ラータンのこの配信履歴をデータにして俺にちょうだい。で、うちのチャンネルでアップして、それチャンネル収益でお金になったら、半分渡せ、半分あげるから。で、YouTube、そうそう。ターザンさん、録画できるの録画しといて。それ、俺、個人チャンネルでアップしよう。で、再生されたら、その、再生されたあの、その動画収益の半分、太郎と赤さんにあげるよ。著作権も服装もないのかよ。著作権も肖像権もないのかよ。なやったら、これ、データちょうだいや、動画の。絶対これ、再生されるから。そうそう、本人の許可いるよ。なんで YouTube 大丈夫やって。どうせそんなさ、あのラファエルとかヒカルとかね、シバターとかさ、何十万人何百万人チャンネル登録者数がおったらね、ヒカキンとかやったらね、誰に見られるか分からんけど、うちやで、うちね、個人チャンネルやで、ね、チャンネル登録わずか1290人やで。見ひん、絶対知り合い見ひん、大丈夫だから、ね、一応頑張って拡散はするけど、ね、誰も見ひん知り合いなんか。大丈夫。だからうちの動画に上げてみない。で、それで儲かってさ、収益が半永久的にラヤタンの懐に入ってくるかもしれないよ。じゃあ結婚したらもうあの、完全にね、専業主婦でパート行かなくてもお金、あの、毎月あの、ハーデス打てるかもよ。まあ、ハーデスなくなるけど。ハーデス年内に撤去されるけど。どう？もうパートに行かなくてもいいかもよ。まあ旦那と同じ職場やから別にあの専業主婦になりたくはないかもやけど、こんなに美味しいことないと思うねんけどな。もったいないよ。ふわっちのね、あの何あの配信歴残してるって一番もったいないから、一番無駄だから。だって見られても収益ないでしょ。ツイキャスでも1000時間配信所感とあのあれないですね、録画収益。でも YouTube やったらね、あの再生されたらゼロではないから、10回再生されたら1円ぐらいにはなるから。マジで。あったね。10位なんだけど、もう順位がさ、頑張れへん、もう寝る。もうみんな寝る。俺も明日早いから寝ようかな、もう。じゃあ、そうそう、寝落ちの準備しようかな。じゃあ、あの、なんか知らんけどさ、俺、あ、YouTube でやる？でも YouTube も最近うるさいからね、裸とか。セクシー画像系、だって、服着てても股間のところがアップになっただけで YouTube はなんか警告してきよるからな。この動画はうんだらかんだらうんだらうんだらうんだら言うて。うん。だから裸はもっとあかんと思う。今特にうるさい。子供向けとかどうとかとか、あの、そういうね、性的な動画がどうとか、めっちゃうるさいからね。うん。いや、最近ほら、あの、顔面アップの割れてる動画しかアップしないやろ、うちの。俺ちゃんと大体俺が顔面アップで喋ってるやつばっかりやろ。よう、あんなの再生されるな。いや、ボディービルダーもだから、やばいんじゃないの。それはいいの。立ってるとこ、全身はいいけど、だから一部、局部を映しちゃダメなんじゃない。めっちゃうるさいで、今、ほんまに。YouTube。YouTube もうっとうしいぐらいうるさいで。まあ、あの、警告は全然来てないけどね、実は。ためにに動画消されるぐらいで、警告は来てないけどね。来たらすぐ消すから、俺。そう、だからやっぱりね、うん、
たらあかんってなったらバレるで。でラータン、まあ、今さ、こんだけしか見てないからここで言ってもいいけどさ、ラータンはもうオフパコしたことバレるで。いいの、旦那にバレるで、オフパコしたことバレるで。ラータンがね、こうエビゾリになりながら、行く行く行く言ったらバレるで。誰か、その話しだした途端に一人閲覧増えたけど、ラータンがエビゾリになって、行く行く言ったらバレるで。俺のあの高速いじ岡田いじり国で、ラータンが行く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 言ったらバレるで。エビゾリ、エビゾリ行き顔のラータン、バレるで。ラータン、そうそう。ラータンは行けてもね、俺発車することないから。オナニーでしか行かれへんから。オナニーでしか行かれへんから。残念ながら。原油なんかもう一気に上がってくれたのにね、また下がってきたわ。もう何なの、もうちょっとで、もうちょっと増えるか、また。6万ぐらいいくかな、また。もうできたな。もうダメだな。原油完全に天井ついた感じやろ。ちょ、10位なんですけど。最近そういうことを読めてもないしね。でも全然ないから。まあな、まあ、そういうことがないわ。だからあの、梅ランクだからね、あのレベルがハイレベルやから、梅ランク。梅ランクはね、あの、レベルがハイレベルの戦いだからね。うん、一回上がるのは簡単やけど、下がるのは難しい、逆に。誰も下から追っかけてけへんから。一気にバーン上がるけど、そっから全然下がれへん。ただね、あの上位4人はもう桁が違うから。あの、極みランクで松茸梅なの。俺、ま、梅だから。うん、まあ、イベント言うても、あれやけどね、あの、何あの、リスナーたちにね、あの、アイテム買わすイベントばっかりだけど。あの配信者何にも関係ない。もう逆に配信者置いてけぼり。もう配信者いつも通りやっててもらえるもんもろとけぐらいの、そんな一挙何にもせんでもいい。 なだったらこ の, あの回転寿司ランキングなんてエントリーすらいらんから、ね、勝手にエントリーされてるから、ね、でそれが嫌な人はあの何あの断ってみたいな。この参加を断ってみたいな。断らん限り全員参加だから、すごいよね。さあ、ある意味すごいよね。もうなんかアイテムもらうためだけのサイトになり下がっとるからね、感じ。まあ、もともとそうやねんけど。前まではさ、ほら、運営がばらまいてんや、うん。広告費で。でも今もう運営がばらまけへんからね、もう金売でさえも稼げてないでしょ。もうだからもう今みんなナイスもらうの必死や。ナイスもらうためだけに教え使うみたいな、そんな勢いや。どうせ1位は取られへんのにな。なんかもうみんな付き合ったの別れたの、もうどうでもええ色恋配信してた。おもろいの。人の色恋配信おもろい、自分ら。自分らバカなのもあって。そんな全く興味ないわ。そんなね、あの、わけのわからんね、大ちゃんがね、大ちゃんがね、歩き配信してね、帰ってくる、もう帰ってくるのを順次は言いながら迎えに行ってるね、お姉ちゃんの配信とかね、で、帰ってきた帰ってきたでボロカスに言うとかね、そんなおもろい、ね、そんなおもろいの、そんなに見て。何が感動なの、あれ。よう、そんな配信見るよね、君は。人の配信見ないから、人間な話ないわからんけど。そうやろ、どうでもいいやろ。どうでもいいやろ。いやだって、それあの人はさ、エセルブはさ、あの乳首にして撮ったやつ、あのリスワンやろ。で、リスワンと
取ったら A 番になってもそのリスワンだけは残ってるの。もうしゃーなし、そのリスワンポイントだけ上げる。でもポイントを換金できないから、これ完全に運営の勝ちやんな、それ。そして運営の完全勝利やん。リスワン取れててポイントは溜まってるけど、これ本人ポイントかあれやで。だって配信利益見られへんやろ。あ、見えるの。11月14日に配信版になってから1週間経っとんな。稼いだポイント全部無駄やから、換金できへんからね、これ。かわいそうに。ふわっちなんてね、そういうサイトだから。ケツ叩いてね、やることだけやらしてね、必死こいて稼がして、リスワンポイントの1万円すらもらえないからね、これ。いや、それまでに換金してたら知らんで、手続き中でもアウトちゃう、消しよるみたいな。こすかないからね、このサイト、マジで。ここの運営、マジで、運営ディスはあかん。まあ、それぐらいにしとこうか。だって、俺のも履歴見れるはずよ。残ってないと思うけど、知らんけど。自分のアカウント見ないからわからないけど。いや、バンやって。バンだって。A 番って、もう一生そのアカウントでアクセスできなくしてあるから、履歴は消せないの。逆に言うたら、配信者側から何も操作ができないの。こんなやつおったなーで一生残されん。一生デジタルタトゥーみたいな。大会すらさせてもらえない。履歴は見れるっしょ。番でも履歴は見えるよ。そうそう、出されへんから、ね、ポイントを触られへんから。だから俺、前の、あ、言うたらあかんけど、うちの兄貴の配信さ、9000ポイントあったけど、あれ換金できへんかったらしいからな。最後9000ポイント残したまま、アカウントが凍結されたことある。だから、いくらあったか知らんけど、それ出せてないから。いや、それまでにちょこちょこ出してたんやったら知らんで、それから出したタイミングでバンなったんやったら知らんけど、出せてなかったら終わってんで。しかもその後ツイキャスもね、お茶箱規制っていう新しい技を見つけたんやろ。何なんだよお茶箱規制って。初めて聞いたわ。もうだから配信で金もらえないから、あの人もう FC2 行くしか道は残ってないから、うん、あれで17とかショールーム無理だろ。そのアイドル相手になんか商売成り立たないでしょ。17ショールームなんか無理でしょ。俺は逆に17ショールーム見たら人集まるけどね。なんせアイドル、周り全員、乃木坂とかそんなアイドルばっかりの中に急におっさん出てきて、こんにちはってしたら、えつらバーン来るからね。なんだこのおっさんって。このまんまで17とかショールーム行ったら、急にえつらガーン来るからね。まあ、アイテムは飛ばないけど。なんじゃこいつみたいな。面白かった、ありがとうって。たまにやるからね。ずっとやって飽きられるけど、いやもうあれじゃない、東京行って大阪のマンションももう捨てたんじゃない、あれ。家賃も払われへんから、どっか住み込みで働いてんちゃうか。住み込みでソープ、ソープも無理やな。住み込みで安いピンサロかなんか行ってんちゃう、知らんけど、それしか無理だろう。で普通に働けないじゃん、あの人。だって風俗嬢でも客商売無理やからな、出世なのそれって。それ出世なのよくわからんけど、まあ完全に終わったよね。完全に終わりましたよね、ちょっとかわいそうに。まあでも終わらしたの自分やからな。え、いや、ある配信者のね、いや30超しても全然風俗がいけるよ。あれのこんなに見た目だけだったらいいけど、ただ性格がきついから、あれじゃね、風俗嬢も無理だわ。見た目だけじゃないからね、風俗嬢に求められるのって。だから可愛いに越したことはないけど、やっぱ性格。あのぐらいの子はちょうど風俗嬢としては手頃なルックスやけど、性格が悪すぎて、風俗嬢として成り立たないから、あれ。
ただの時代上だからな。いや、そんなことないよ。あの、メイクで何とでもなるからいい。なんだったら整形もあるからいい。あれ、大丈夫、大丈夫。その辺は大丈夫。ただ、どうにもなれへんのは、そのジョーの性格とか、接客態度。もうそこはね、もう、そのぐらいの年になってきたらもう帰れないから。基本ができる子だったら仕事できて稼げるけど、あの性格は無理だわ。どう考えたって。わがが、わがができよれ。あれ、無理、無理、無理。あんなもん何にも使われへん。そんなまでも無理やな。そんなまでもそこのあの宿のお母ちゃんに、もうあんた来んな言われる。もう帰れ。いきなり客、来た客に向かって、あんたがなー言うねんで。あんたがなー言うて。あんたがうちを指名したんやろがいいなーみたいな、わけのわからんこと言われへん。そんなもんええわ、返したるわー言うて、ね、払った料金ね、1万5000円払ったらね、100円玉バーン叩きつけて、返したるわーって言うねん。成り立ってへん何もかも会話が成り立ってへん。枕探し、何枕探し、はい、あれ客の最初は金くすねるかも。もうとりあえず手ぶしあるしも無理だわ。あれ成り立たないよ。おとなしく金牌に使われときゃよかったのにね。残念ながらあの辺がだから絶好調やったんちゃう。まあいやでもよう上り詰めたよね。あそこまではそのことは自分次第やったけど、まあ、自分でねもうあのわけのわからん方向行ったからね。金牌に喧嘩打ったってあかんやろ、まあ、今の金牌やったら倒せるかもしれんけど、あの絶頂期の金牌に喧嘩を取ったからね。ああそうそうそう、だからそうそうそう、それしてる、するやろね。そんなんするやろ。遠行してて、シャワーしてる間に、あの、客の財布やなんやとって、雑草しそうやろ。まあ、今時のホテルは、自動生産システムがなかなかできへんなって言ってるけどね。金杯完全にあの病んでるよね。あれもうあそこまで落ち込んだらもう多分本人もどうしていいのか分かってないと思うよ。前までやったらちょっとなんかあのアクション起こしたらリスナーついてきてたけど、もう完全に離れてもたやろ。あれもでもあのセレブのせいやけどな。あそこでか最後まだ悪がらみしたでしょ最後ね。もうそれ以上使ったらあかんいう時にみんながやめてって言ってるのにそれでも絡んだから、あれでだいぶ離れたからね、うん、あ、だから全体的に飛びが悪いのはもう運営が投げてないから。今運営はもうあのこう普通にほんまに広告費とかに金かけてて、まああのリスナーに投げてないから完全に、うん、え、違う、妄想で言うてんのね。完全にね、もうあのリスナーがもうこれ以上絡んだお前見えへんぞっていうぐらいアンチになってんのに、それでも悪がらみしたいじゃん夏ぐらいに。あそこから急に変わったよね金牌のあの閲覧数も。だからあそこだから俺が番になったぐらいがちょうどあの彼らのね絶好調の最後のこう山の頂上の時期で、やつらがね俺を疑って俺を永久番にしたところぐらいから、あうちらにね永久版にしたところぐらいからね、あもうふわっち自体が終わったないってみんな離れてったから。だからふわっちの相手も飛ばないの、ね、で、残ったのはね、無課金中と、あと、新しい、初見、新参がね、なかなか消えへんなって。消えへんな。減りもせんけど、増えもせんな。どういうこと？はあ、10位のまんまだし、もう寝ようか。よし、もうみんな寝ようぞ。もうみんな寝ようぞ。明日、あなた目が覚めるか。
あなたに聞いたからありがとう。あなたにいつもありがとう。愛してるララタン。ララタンが結婚しても愛してるララタン。ララタンだけだよ。ララタン。ララタンが他の男と結婚してもララタンのこと愛してるよ。ララタン。あ、はい、あ、たまたまさん、完成です。これ結構ポイント高いねんけど、これバーガーよりも高いねんけど、バーガー5ポイントでしょ。これだって15ポイントかな。さっきもうちょっとあったような気がしたけど、まあ、そんなこんなでね、まあ、ぼちぼちやってるからぼちぼち、うん、焦りもしないしね、あの大丈夫、あの俺別にあの期待してないからね、俺もあの別に期待してないからね、君たちも俺に期待しないで。あの君たちの爆投げ、君たちにスターマインとか俺全然あの期待しないから、だから君たちも俺に面白さとかね、あのそういうの期待しないで、あの普通に普通を流してるだけだから、あるありのま、ありのままの姿見せるのよだからね、ありのままの配信しかしないからね、だから期待しないで、台本も何もないから、あのドキュメンタリーだから、47歳のドキュメンタリー動画だから、これあの20歳ぐらいからインターネットの世界でね、あの自分をさらけ出してるけど、あのブログももう10年以上やってきたかも、いろいろやってるけどね、え、いや期待はしないで、腐るでしょって、すぐ腐るでしょ、もう腐ってる、グロもぐじぐじに腐ってるから、もうそもそもぐじぐじに腐ってるから、うんね、こんな感じ、今よだれが落ちたかな思ったら、これあのマスクの中裏側が、まあ、あの何湿気でぐじょぐじょなってるこれ、息のせいで、あのこの辺でぐじょぐじょなってるから、やばい、よだれみたいにひとひと垂れてるけど、これよだれじゃないからね、唾が溜まって落ちてきてるんやけど、これあの湿気が臭そう、なんでそんなこと言うの、臭くないよ、そんなん言うたらバレるで、不倫路上カーセックスバレるで、ララタン、ララタン不倫ですよ、路上ですよ、カーセックスですよ、皆さんもう一度言いますね、不倫ですよ、路上ですよ、カーセックスですよ、バレるで、ね、不倫路上カーセックスバレるで、ね、お互い家庭のアルミなのにね、もう一度言いますね、不倫ですよ、路上ですよ、カーセックスですよ。もうあの立ち話たかしパロディ大好き俺。さあここにいる NHK の職員の皆さんもご一緒に NHK をブックアウト、言うわけないですよね。なんなの台本みたいなやつ、わざとらしいやつ、あれおもろいわ、あれおもろいわ、今や本人やんでるのか知らんけど、出てけへんなったな、やばいんちゃう、やばい、いろいろやばいんちゃう、 N5 区もやばいんちゃう、いろいろやばいんじゃない、俺もうあの地方議員になる前に N5 区がなくなってまうやん、もう頑張ってよ、もうちょっと頑張って俺を地方議員にしてよ。俺も年収1000万欲しいわ。当選したら、当選してないやん、本人。本人落選したやん。まだ次、市長選挙出るんでしょ。奈良の桜井市長選挙で行こうしてんでしょ。あ、だいぶやばいんだよな。警察に怒られたか、検察に呼び出されたか、公安に怒られたかしたんじゃない。知らんけどさ。そんなことでね。ありがとうございました。今日はたくさん大丈夫、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう、ね、というわけでね、明日の俺の配信まで寝ろ、みんな寝ろ、ありがとうございました、お疲れ様でした、さよなら。